おはようございます。ザリガニ親父が今日も行徳は江戸川バンクからコミュニケーション上の重要なポイントをお届けしたいと思います。今日は1月は4日火曜日、バイリンガル YouTuber の高野がバイリンガルでお伝えいたします。今日のテーマは教育の重要性ですね。教育の重要性。昨日はこのようなお話をしました。親は美しい人生論や美しい言葉を100万遍並べるより、自分の後ろ姿を子供たちに見せなさいと。一生懸命苦難の山を登ってる姿、自分の背中で子供に教えなさいというお話をしましたが、今日はですね、こういうちょっと変わったお話します。まあ反面教師ですね。こういうことわざがあります。聖書なんかも、私は勉強になりますから聖書を読みますけれども、書いてありますね。リンゴの木には柿はならない、絶対ならない。日本で言えばですね、渋柿の木には甘柿は絶対実らない。渋柿の実はみんな渋柿。じゃあ根性の悪い、頭の悪い、地頭の悪い、どうしようもない親からはですね、どうしようもない子供しかできないかと思いきや、私はこの長年の体験でですね、はっきりと自信を持っています。渋柿、地頭の悪い親からも素晴らしい子供がこの世には見てるのをこの目で見てきました。じゃあそれは何かというとですね、渋柿を上手にですね、扱えばですね、これ以上美味しくできるかというようなですね、渋柿で作るんですよ。干し柿ができます。干し柿高いですけれども、ものすごいうまい干し柿が売ってますね。それはじゃあ何かというとですね、私は教育だと思います。教育。私の周りにはですね、まあ、私の今の仕事柄、東大を出た人がずいぶんいます。あのですね、赤門、あの東大、私は夜勤業界で営業やってた頃、あるいは学術とか開発やってた頃、東大の病院によく行きました。そして東大生がいっぱいいる中でですね、昼飯とか食べました。東大の食堂で。やはりですね、あそこに集うっていうことは相当な実力というよりですね、人生の自信を得られるんだと思います。だからですね、やっぱりこの世の中今見てると、マスコミでも何でもかんでもですね、やっぱり東大出た人はリーダーになってますね。素晴らしいですよ。アメリカでいうとハーバード、イギリスでいうとケンブリッジ、オックスフォードですね。さすが東大出た人はね、それなりになってます。それは何かというとですね、教育だと思います。先生はじめその集った仲間が人生を変えるんだと思います。だから渋柿の家に生まれてもですね、甘柿になるためには教育だと思います。いい人と出会いですね、素晴らしいリーダーと出会い、素晴らしい先生と出会うことが世の中のリーダーを作っていくんだと思います。根性悪、地頭が悪い、渋柿みたいな親でもですね、金かけて子供を教育すればですね、それなりになると思います。私はそれなりの大学出てですね、今があるわけですけれども、教育に恵まれました。小中高、大学、大学院と素晴らしい先生に恵まれました。プラスですね、最も私は
忘れられない、今でも続けている武士道としての空手ですけれども、武士道教育です。私は松濤流という空手を50何年やってますが、松濤先生、船越義珍先生、とっくに亡くなっている先生ですが、船越義珍門下の空手に触れたことで人生が大きく変わりました。地頭が悪くても渋垣という DNA で、で生まれてもですね、教育で人間はいくらでも磨かれるという、今日はお話をいたしました。ありがとうございました。